我が道武雄は、日本の政治家、大阪府堺市長。1976年、堺市の政令指定都市以降を目標として発表。行政改革や財政再建と都市再開発を進め、名市長と呼ばれた。大阪府立堺中学校、九州帝国大学を卒業。堺市の助役などを経て、1972年10月に、何は医科大学をめぐる。 詐欺、横領で、堺井市長を辞職した長谷藩六の出直し選挙に出馬し、第15代の市長に当選した。前々人で、第13代市長の川森康之助が、人口30万人台の1961年に発表した堺井市、100万都市構想について、市長として具体化させ整備。百七十六年に、政令指定都市昇格を目指す構想として、 正式に発表した。同年、戦北ニュータウン入居も始まり、堺市の人口は急増し1983年に80万人を突破。2005年に三原町と合併し、翌2006年に政令指定都市に移行している。市長として在任中の主な政策として、1969年から1973年にかけ60%台の財政力指数が、 一挙90%台と、経常収支比率が上がった際、助役に、田中和夫末行財政の見直しに着手。行政改革、財政再建と、並行して、都市力の向上のため都市再開発に持ち入力した。市内で、最古1888年開業で、かつては、市の代表駅とされた、南海電気鉄道南海本線の、堺駅の西口地区に、 都市ホテルや商業施設、都市型住宅を建設。かつての中心地球、堺構築の大浜公園などの再開発事業を推進。市南部でも大阪府立大学のある中本地域を副都心として整備を進める一方、ソフトウェア面でも東京都に東京事務所の設置を進めた中本駅。南海電気鉄道と戦北高速鉄道。 大阪メトロ未同筋線が乗り入れている市長として在任中、堺市は1983年3月25日、比較平和都市を宣言。同年12月3日に中華人民共和国の村塾も公使との間で友好都市提携を締結している。ありがとうございます。